オフェシオナレンフドボレンクルプロコモティフ1926プロブディフは、ブルガリアのプロブディフをホームタウンとするサッカークラブである。クラブのルーツは、スポルテンクルブカラジャが創設された1922年、春まで遡る。カラジャは1924年にプロブディフで行われた最初の公式サッカー選手権に参加し、2部で優勝した。 1926年7月26日、カラジャと1924年創設のアトレティクが合併し、スポルトクルブが創設された。スポルトクルブは1936年に一部で初優勝した。1938年、1937年に創立され、10チームで争われたナチオナルナフトボールナディビジアに参加した。1940年に終了後は、 1944年までプロブリフ州のリーグ戦に参加、1940年と1942年にはサルスカクパで準優勝した。1945年にパルチェビチなどと合併し、スポルトクルブパルチェビチ1945となったが、すぐにスラビアに解消された。オリジナルであるスポルトクルブの名前が復活しなかったのは、この名前が、 ブルガリアのスポーツの発展に貢献した西側諸国に関連する言葉であったことが主な理由だと考えられている。事実として1944年の新政権誕生以降、ブルガリアのサッカーではスポルトクルブやアトレティクなどの西ヨーロッパに関連するクラブ名は存在しなかった。1947年に P チェンゲロフと合併しスラビアチェンゲロフとなったが、 長く続かず、再びスラビアの名前が復活した。スラビアは、プロブディフから唯一、1948年創立の A グループに初年度から参加し、1948年10月10日に行われた TVP バルナ戦でデビューした。同年、ソビエトアーミーカップで準優勝した。1949年10月に、ロコモティフと合併し、 DSO エネルギアとなったが、数日後に DSO、トルペドに改称された。ロコモティフは1935年に、鉄道スポーツクラブ ZSK として創設された。1944年末に、レブスキと合併し、ZSK レブスキとなったが、1年後に合併は、解消され、ロコモティフとなっていた。1951年に、クラブから運送業者組合の DSO、 トルペドが取り除かれ DSO ロコモティフとなった。DSO ロコモティフは継続して A グループに参加し DSO トルペドは3部に参加した。1957年春に DFS ロコモティフに解消された。また DSO トルペドと DSO セプテムブリが加わった。1960年にソビエトアーミーカップで準優勝した。 1968から69シーズンに A グループで初めてトップ3に入り、1972から73シーズンには2位になった。1971年、1982年にもカップ戦で準優勝し、7回目の挑戦となった1983年に初優勝した。2001年にバイト押し持ち株会社のオーナーで FK ベルブジド。 キュステンリル会長のゲオルギー・リエフに買収され、ゲオルギー・リエフが新会長に就任した。同年7月23日に、ロコモティフとベルブジドは合併し、PFK ロコモティフ1936となり、ゲオルギー・リエフが会長に就任した。ロコモティフは、ベルブジドに代わり、A グループに参加した。2003から04シーズンに A グループ初優勝。2004年には、 ブルガリアスーパーカップでも優勝した。2005年8月25日、ゲオルギーリエフ会長は UEFA カップ2005から06予選2回戦のオフックベオングラード戦の勝利を祝うために訪れていた国会のリゾート地サニービーチで銃撃され死亡した。10年後の2015年、ゲオルギーリエフに敬意を表し、生前に会長を務めたベルブジドとロコモティフの試合が行われた。 2011年、クラブが1926年に創設されたことが文書で証明されたため、2011から12シーズンから PFK ロコモティフ1926に解消された。2012年にブルガリアカップで準優勝し、スーパーカップでも準優勝した。2019年にブルガリアカップで初優勝を果たし、翌年も優勝し、連覇を達成した。なし。 ありがとうございます。